初日10レースさせてもらいます、千葉の岩本選手です。よろしくお願いします。ダービー2着からここまで来ましたけども、1年振り返っていただいてどうでしょうか。そうですね、結果から見るとすごい結果を出したり落車もあったりでいろいろ本当にあった1年間だったんですけども、全体的に見てですね、一人の人間として選手として少しずつ成長してきた結果で40歳を迎えてそんなことになってちょっと戸惑ってますけども、周りに感謝の気持ちでいっぱいです。このダービーが終わった後、やっぱりグランプリの話をされることも多々あったと思いますけども、岩本さんはやっぱりその時その時を一生懸命という話でしたけども、やっぱりちょっとこの開催を終わってルトっていうところまで来るとやっぱりちょっと意識っていうのは多少やっぱあったりしますかね、さすがに。そうですね、なんていうか実際としてそういうあれがあるので、ね、結果というのは出ると思うので、なんていうかもう一度でも原点に帰ってみるとデビュー戦の時からそうですが、一戦一戦本当にただ目の前のレースを頑張るだけっていう積み重ねが今回の結果なので、また一戦一戦頑張るというような気持ちですね、はい。その護送した後に年末走れれば、やっぱり競輪人生としてもすごくいいものになるかなっていうところですかね。そうですね、それはその時考えてみようかなと思います。で今回は岸和田ですねから約10日ほど空きましたけども、この10日間というのはどういうふうに過ごされたでしょうか。ほぼ練習ですね、練習とあとケアといった感じです。状態面としてはご自身の中ではしっかりとここに向けて調整できたっていう感じですかね。はい、しっかり練習できたと思います。で初日なんですけども、同期の牧本選手やあとは他の地域もいますけども、メンバーを見てみてどうでしょうか。でも格上の選手なので相手は、それでもいつもの通りチャレンジの気持ちで一生懸命頑張りたいと思います。連携としては同県の和田選手になりますけども、並び戦い方を教えてください。はい、和田さんの前で自力で頑張ります。わかりました。では、残り5走ですね、今年今季このシーズンの意気込みを最後にお願いいたします。はい、いつも応援してくださってありがとうございます。最後の最後まで一生懸命頑張ります。応援してください。お願いします。